この都市伝説がやばい。どうもないです。都市伝説に興味がある人なら一度は聞いたことがあろうアトランティスについてお話しして、この都市伝説シリーズを締めくくろうと思います。では行こう。アトランティスとは、古代ギリシャの哲学者プラトンが著書の中で記述した伝説上の島、またそこに繁栄したとされる帝国のことです。またその著書の中では9000年前に海中に没したと記述されています。この画像はアタナシウス・キルヒャーによる地図です。大西洋の中央にアトランティスが描かれています。ちなみにこの地図は南が上のため、右側がアメリカ、左側がアフリカになっています。プラトンの著書ティマイオスとクリティアスによると、アトランティスはジブラルタル海峡のすぐ外側、大西洋にあると記載されています。しかし最後は大地震と洪水によってアトランティスは海底に沈んだとされており、またこの描写からアトランティスはさほど深くない場所にあったと考えられています。そして今都市伝説界隈で一番有力視されているのが、アフリカ大陸内にあるサハラ砂漠にアトランティスがあったのではないかとされる説です。こちらはサハラ砂漠にあるサハラの目と呼ばれる場所です。サハラの目と言われているこのリシャット構造は、モーリタニア中央部に位置する円形になった環状構造の地形です。このリシャット構造が何なのかというのは、いろいろな説があって、発見当初は隕石が衝突してできたクレーター説だったんですが、鉱物が発見されなかったので否定されました。今では長年の風化や侵食によってこの土地が偶然出来上がった説が有力です。ただ実際のところ何かは分かってないんです。プラトンの記述するアトランティスとこのリシャット構造にいくつも共通点があるため、アトランティス・リシャット構造説は注目を浴びています。プラトンによると、アトランティスは陸と海が両立していて円形、陸2つと海3つの構造と言っています。また大きさは直径127スタジアと言っていて、現在の大きさに表すと直径 23.49 キロです。このサハラの目のリシャット構造は陸2つ海3つの構造に似ていて、さらに大きさはなんと23.5 キロということが分かっています。そう、ほぼ全く一緒なんですよね。これを私たちは単なる偶然と捉えていいんでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。最強の都市伝説アトランティス、本日の話面白いと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録お待ちしております。また明日から動画のテーマが変わるので、そちらも楽しみにしておいてください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。